USA 皆さんこんにちは、大分の高っちゃ親方です。さあね、ちょっとすいませんね、こう暑苦しい梅雨の中で撮ってます。今湯上がりで撮りました。でまた帽子かぶっててすいません。こちらの帽子は先日ご紹介しましたハロプロのオンラインショップで買ったモーニング娘。2.0のですね帽子を今回かぶらせております。で、このユニフォームは、昨年のですね、モーニング娘。19時代の秋ツアー、心&体ツアーの、ツアー T シャツを毎度、ですね、使わせていただいております。で、このユニフォームは今日ポイントなんですが、実はですね、最近、嬉しいものが届きました。じゃじゃん！モーニング娘。2.0 DVD マガジン、ボリューム128ということで、これ DVD マガジンが届きました。これでですね、例えばコンサートの舞台裏であるとか、その DVD マガジンだけの企画などを収めた DVD1 枚でございます。これコンサート会場で販売されていたり、今回私は通信販売でですね、販売されていたりしていたので、通算で買いました。ですね、これ本当に、楽しみでした。今回特にこの秋ツアーというのが、ですね、の終盤戦が映っております。11月16日の北九州公演から、で、翌日私が参加した大分宇佐公演、そして東北行って、群馬行って、代々木行って最後、札幌。で、やった本当にもう最終盤のですね、DVD マガジンでございます。くしくもですね、私、今撮影しているのが2020年の6月の16日なんですが、ちょうど1年前に、ZDA、全国同時握手会が全国47都県全部行われました。当時の動画が、リンクがこう出てると思いますので、ぜひご覧ください。私は本当、偶然、福岡と、大分の ZDA へ行きました。牧野まりあちゃんに回答、あと森戸千咲ちゃんと福村瑞希ちゃん。やってもう、これモーニング娘。ハマりました。もう沼です。で、その流れでこの秋ツアー出て、その DVD が出たということで、今回購入いたしました。この DVD マガジン、今2回見てるんですけども、その感想を簡単にご紹介いたします。もうほんとベテランのオタの先輩にとっては、これ当たり前の内容かもしれませんが、初心者向けということで、何卒ご了承をお願いいたします。それでは簡単に、感想をご紹介いたします。注目のポイントは4つございます。一つ目が15期です。15期はちょうど1年前に加入しました。で、今回の秋ツアーが初めて娘の単独ツアーで参加となります。最初の方が私見てないので何とも言えないんですが、今回見た DVD は終盤戦ですから、もうだいぶ、ツアーに慣れてきたんではないかなと。成長も著しいですし、いろいろ舞台裏で楽しくやってるのも頼もしく思います。やっぱり3人可愛らしくて仲がいいですよね。そんな中ですね、一つ具体的なエピソードを、見ていただきたいのが、福島郡山公演でございます。私が参加した大分宇佐公演の翌週の、公演なんです。実はですね、これ、15期の北川里央ちゃんが、体調不良で欠席されました。ということで、15期は当日岡村誉ちゃんと山崎めいちゃん、2人で、登場ということになりました。15期はこのツアーでは、好きな先輩というですね、曲がございます。新加入のメンバー必ず歌うという登竜門の歌ですが、普段は3人で歌っているところを、今回急遽2人で歌割り変更とかしながら、歌ったということで、それがですね、本当頼もしく感じました。またこの各公演でですね、15期日記という、15期が登場するコーナーもございますので、ぜひご覧ください。注目ポイント2は、生田、石田のご当地対決です。9期の生田絵里奈ちゃんですね、えりぽんかわいいと、そして、10期の石田あゆみちゃん、第一あゆみがですね、ご当地グルメを食べる戦いをします。各公演で行っております。内容はですね、もちろん早食いがあるんですけれども、それ以外でもテーマを決めて勝敗を決するものもございます。例えば、大分宇佐公園では、唐揚げをかっこよく食べれた方が勝ちというですね、ゲームを行いました。いいですよね、この各地のご当地グルメを満喫できるというのは羨ましいことです。個人的には、水曜どうでしょうの対決列島、甘いもの国取り合戦を思い出します。これはですね、水道の場合は、早食いで対決してましたけども、私自身も全国各地旅しながら、ご当地の美味しいものを食べたいですね。そしてそれをね、頬張るメンバーもまた、美しくたくましく可愛いでしょうかね。じゃんじゃん。注目3は、大分宇佐公園 USA でございます。私も参加しました、地元の公園でございます。この、宇佐というのはですね、アルファベットで書くと USA なんですよ、まさに。ですから、アンコールのコールがですね、普通だってアンコールなのが、USA! USA! USA! でメンバーをアンコールしました。私もその中でですね、ペンライト振って、コールしてた一人でございます。DVD 見てるとわかるんですが、これがね、結構ね、メンバーにとって、なんで USA なのと反応が面白いんですよ。その時メンバーこういう風に思ってたのかというのが分かって面白いですし、その後ですね、USA にちなんだパフォーマンスということで、メンバーも USA、いいねダンスで答えてくれましたし、USA ということでアメリカなシェルが、私の一推しのメンバーですが、英語でスピーチするなど、非常に印象的に残っております。メンバーもですね、福前みずきさんもこの宇佐公園の USA コールは本当に印象に残ってると、ラジオでおっしゃってくださったのが本当に嬉しくて、今回購入したわけでございます。最後、注目ポイント4は、その他様々なコーナーや舞台裏があるということでございます。例えば、聞き水大会もございます。また、メンバーの発声練習とかリハーサルの模様も確認できれば、ツアーが終わってとかね、各公演が終わった後の素朴な感想も聞けるなどですね、本当に面白い、ですね、このメンバーの裏をですね、確認できるというのが面白いですね。これがやっぱり、この DVD マガジンならではのですね、ステージがオンとすれば、それに向かってオフというわけよりかは、準備、スタンバイというか森本武郎さんみたいですけど、スタンバイしている状況を見るのも、本当に、オタとしてはありがたいなと思っております。以上でございます。いかがでしたでしょうか。本当に簡単な感想で、それいりますが、ぜひ詳細はこれ中身見てください。本当に面白いですよ。いろんな企画もあり、この時メンバーどういうのを思ってたのかなっていう思いも赤裸々に、伝わってきます。ですね、本来であれば私もその2020年4月の福岡公演に娘ツアー参加予定でした。ただ残念ながら、延期中止となりました。だからしばらく空いてないんですよ。2020年になってからは本当に。で、その中、昨日ですね、発表がありましたけども、ハロコンの夏はなんとか形を変えながらですね、いろいろ密とか、3密を避けるなど対策を取りながら、行うという発表がありました。もちろん油断はまだ厳禁ですよ。はい。ですけども、少しずつこのメンバーにまた会えるチャンスが出てきていること、前向きに進んでいくことはですね、本当にありがたいことですね。もう本当楽しみでございます。ですね、そのライブ会場でもらえるのか分かりませんけども、ぜひ皆さん、この DVD マガジンいろんな舞台裏や楽しい企画などございますので、ぜひご覧ください。本当見てこれ買ってよかったです。楽しかったです。本当モームスにはまって、極端な話、自分の視野とか、もう広まって新しい刺激もできましたので、ですね、本当に感謝です。ということで、皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ、いいねボタン、よろしくお願いします。また、チャンネル登録もぜひぜひお願いいたします。ですね、本当、以前新型コロナウイルス油断大敵です。その中で、早く、メンバーの皆さん、そして、ファンの皆さんと、また会場でお会いできることを楽しみにしておりますので、その時まで、ぜひ、元気で、そして今日も推しのために働きましょう。それでは、またです。どすこい。